ニコナニ動画。さあ、ニコナニ動画中編スタートいたしますけれども、見てください、最高の状態で中編のスタートを切れます。ここからがですね、画廊伝説衝撃の本当に楽しいお時間到来となりますので、それでは早速飢えた狼の力お見せしましょう。基本的にですね、こちらの画廊伝説衝撃、特定薬による直乗せはかなりレアなケーキと考えていいです。おお、半端ねえ味。確定薬引いてもうた。これなんですよ、この衝撃チャレンジというのが直乗せケーキの一つになるんですけども、発生した時点で50ゲーム以上の上乗せは確定です。いきなり引くとは思わなかったです。いやー、まさかの、しかもわー、プレミア降臨でございます。アンディとの結婚式、プレミアだよありがとうございます。いやー、これはちょっと展開良すぎですわ。ただここでスイカを打つあたりが嵐クオリティです。これが強スイカだったらマジ泣いてしまいます。よかった、すごいですね。まあ500確率の解析士まだ出てないですけど、こんな簡単に引けないはずですよ、確定薬。画廊チャンス中のボーナスは6択出る押し順正解で全てゲーム数上乗せ確定となります。これはビッグチームレギュラーチームも共通になりますので、この時のためにさっきまでのビッグの、まあ、前半戦でのビッグ6択不正解で正解を貯めときました。見せましょう、怒涛の上乗せを。で、一応嵐システム的には得意な押し順は中左右なんですけども、押し順ナビが出た時にはあえて逆をいく。なんかだんだん恥ずかしくなってきたんで、もうやめたいですよね、システムを。ただ何事も一貫性が大事です。まあ、僕のレジェンドはたったのプラス20でしたけれども、画廊伝説衝撃のレジェンドゾーンはマジすごいですから、そちらをこれから頑張ってお見せします。いいよ、強打ゴン、こいつはアーチ。興奮必至は熱くないと、激熱だったら熱いんですけど、まあここでボーナスはなしですが、この後リアルワールド当選にかなり期待できます。あー、舞ちゃん、舞ちゃん熱いですよ。本殿長の期待度アップ。あとこの強座の押し順鍋も熱い。あー、これはもう間違いない、いますね。さあ始まるぜ、デカプッシュが、もうデカプッシュも結構熱いんだよ。それで、まあ、デッキキャラ、まあ、ボス出現でリアルワード突入と。とりあえずこのベルが勝利の鍵を握っております。まあ、じゃあ実際やっていきましょう。はい、これ敵キャラの攻撃の場合はリプレイ成立の可能性大となります。で、敵キャラの攻撃がこの必殺技だとよりリプレイの可能性が高まってしまいます。リプレイの場合は敵にダメージを与えることができません。最終的にですね、このライフゲージをゼロにできれば勝利確定、上乗せ特化ゾーンへの移行になります。非常にまずいです。ただしですね、これ劣勢ですけれども、常に毎ゲーム一発勝利抽選というのが行われるんで、諦めは禁物ですよ。ここから全部ベル引かないと。あ、とりあえず蹴りです。こういうカウンターがあるんです。で、ベルだと、まあ、最低2ポイントなんですけど、このように3ポイント与える場合もあります。レア役だと3ポイント以上確定ですね。
です。ペリーの攻撃はベリー城覚醒です。これで残り5ポイントですね。まあ、残り2ゲームで5ポイントだと絶望的に感じるかもしれませんけれども、実はこのリアルバウト ART 中に限り最終ゲームでリプレイ以外の子役を引けば5ゲーム延長されます。だからここ超大事です。ベル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 、ここは悲しい出目です。悲しすぎる出目です。リプレイ確定なので負け確です。まあ、残念ながらものにできず、まあ、リアルマウトに負けてしまったので上乗せはなし、上乗せ特化ゾーンへの移行はなしと形になります。ニコダニ、熱いマジでいいの、頼むって頼むって、お願い、あダメだって今の外した。あ、そう外しますか今の。いやーボーナス終わってすぐ弁当箱引いたんで、引いて即あってちょっと怪しいなとは思ったんですけど、いやおおあの心臓に良くない。チャンス目、いやーちょうどさっきあっつって騒いでた弁当箱で広角 A には上がってるんですよ。そこでのロボカットインチャンス目、これはうわ岩尾、頼むぜマジで。これで当たってくれればさっきの弁当箱もただ熱くさせてくれただけじゃないんだなっていう。はい、ありがとうございます。よし、うん、20ゲーム、あれまたもや RB と、はい、今回も出てきたのは射程までと。うーん、天国いかんな、これだとモード A 濃厚なんでね。ニコナニ、あ、強ベルだ。この強ベルなんですけれども、 ART 中は実戦上リアルバート当選率 100% ですから暑いでしょ。判断赤ずり動き態度アップです。まあもちろん今、まあ、実戦上ですけれども確定している状況なので、ここでいきなりキースが出てくることもあります。さあ行こうぜ、ベル2角です。はい、いいよ、あっち、これレア役ですね。ジャックチェリー、さあこれで、はい、あとベル2回引きゃ勝利ですから、さすがに今回はいけそうです。ちょっと
よっしゃ、一応テリーの攻撃の種類によっても与えるダメージ数変わってきます。パワーウェーブ、バーンナックル、クラックシュート、パワーゲイザーの順に期待できます。確かこの形になったらベル一角なんです。あのリプレイの時はリップワークアーガーが止まるんです。これで勝利確定です。よっしゃー、 OK、 これで次ゲームからはスペシャルゾーンに移行します。ニコナン、来たまさかの最強ジェリーこれ最強ジェリーって早めに押すと冗談なんですけど、ビタ押しした時のミコの形が止まります。懐かしいですね今の音。よし、初当たり3回目。いやまさかこんなところで引くとは。はい、170ゲーム、あ、初の、本日初赤 BB。 おおおお、ラッキー、押し順ベル、ありがとうございます。やった、お、どうしたどうしたあ、なったなんだろう、あー、すげえな2ゲーム連続強チェリー。いやー、なんか今日変な引きしてる。はい、じゃあ本日1回目のいただきラッシュ突入と。いやー、これ頑張りたいちょっと設定的にもまあちょっと怪しいと感じてる部分はあるんで、とりあえず頑張って伸ばしたいなー。これニコナン、スペシャルゾーンはリプレイで4分の1、それ以外の公約で 100% ゲーム数の上乗せが行われます。ワンセット10ゲームなんですけども、一応ループ率で継続が管理されているので、こうループに移行すればこの SZ がどん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 ループしていくと形になります。いやー、ベル引かねーなー、なんだよもう、しょっぺ、まあまあしょっぺですけど、まあ次のリアルマウト、そして SP ゾーンに期待しましょう。やべえぜ、終わっちまうよ、あーやばい、なんか引かせてくれ、まずいな、結構ゲーム溜まってたのに浪費しとる。ストックがない場合はここで終了と、おそらくないと思うんで、まあこういった形になりますよな。ただしですね、 ART 後は 50% で降格以上に移行します。あとはですね、リアルバウトのストックが残ってる可能性もあるんで、 ART 連続のチャンスは十分にあります。
何か突破口が欲しいですね。レア役が引けなくなっちゃうと正直しんどい部分が出てきます。足がかりがつかめないわけですから、本当でも序盤の勢いはどこ行ったんだって話ですよ。ここまで来たら大自然を目指すか。ニコナン、はい、今の RB 自体がカオル先生までということで、まあ、ちょっと遡りますが、さっき引いた最強ジェリー、これはモード A のままだったと捉えていいんじゃないかなと思うんで、まずいなまあなんとか得点薬でしのいではいるんですけど、天国以降がいかんせん悪すぎるんで、ちょっと設定的には怪しくなってきたかな。はい、ということで現在110ゲーム引き戻しゾーンも終了して、粘着モードも終了して、まあ今後どうするか、まあ決めるちょうどいいタイミングだとは思うんですけども、まあちょっと一旦まあ、ホール内を回って自分のデータと頭の中をもう一度整理してから、もう一度真剣に向き合って決めたいと思いますので。ニコナン、まあ、あと大師天井まで200は切ったかなっていうところですね。でも俺の強烈薬はどんだけ封印されてるんですかって思いますよ。ちょっと待ってくださいよ、大丈夫？逆になんか弱手っていうのはきな臭い気がするんだけど大丈夫？当たってます、ね、ガチだろおい。今まで梨のつぶでだったのにさ、多分この白7を中段狙ってるんで、白系ボーナスはこれで否定です。本当にひどい、本当にひどいわ。800超えたところでこれか ART5、 本当にひどい。まあビッグだったけど、ビッグだったけど、もうちょっと後でもいいんじゃないですか。だからこのジャクチェプラス赤ビッグっていうのは、あのシスタークエスト3とかだと、まあジャクチェ、ジャクスイカの同窓生って設定差あったんですよ。だからまあ今まだ解析は全然出てないですけど、もしかしたら設定差のある当選結果も知れないですね。さあぶっちゃけ、ぶっちゃけちょっとわだかまりの残る当たりですよ。やべえか。あーすすす、よし、おお大チャンス、いきなりギースきた。頼む、これが勝てばレジェンドなんで、でもレジェンドに行けば次回バトルもギース確定になるんで、もうちょっと是が非でも負けられない。全ての力をここに注ぐ。ダメよ、手加減無用だよこの人。
これは頼むよ。熱風拳出すすぎだよ。まあいいや、むしろ次でベル引きたいな、次でベルを頼む、本当に頼む。ひどい、ベル1回はひどいよ。いやー大チャンスだったな。これはちょっとまずへこむわ。ニコナン今唯一いいのが左第一ベルだけですからね。約1200ゲームぐらい回して約90分の1、まあいいように解釈してると思われがちですけども、なんだろう、予兆始まってるこのゲーム数で。まあ得点額何も引いてないんで、ここで考えられるのがモード B、 もしくは通常いただき、もしくは通常いただきのフェイク、その3つに絞られるとは思うんですけど、熱っこれ外れた。さあ次多分ミサオちゃん出てくるのかな。ミサオちゃんいただきらしいよって言ってくれてもいいよ。おここでチャンス目、いただきらしいよいただきらしいよだそうです。ということで話した直後に通常いただき引きました。ああもうさっきの終了からもう 100M 以上経ってるんで引き戻しではないんで、まあ、通常いただき自体はまあ6が突出して確率は高いんですけど、まあ設定後で2000、約2000分の1、設定1で3500分の1、まあやっぱこの差はある程度ついてるんで、がぜん根拠にはなりますよね。うわー引いた2度目最強ジェリーあーこんなに引けるんすね。うわーびっくりした。嘘本当にこれマジか。 あごめんなさい、なんかちょっと鳥肌立って言葉出ないですけど、はい、こんなうまくいっていいもんなんですかね。あの絶頂ラッシュいただきました。よし、さあ平均200ゲームなんで200以上はいきたい。少ないぞ。あやばい頑張れ
よし、よし。さあ、頼むぜ。さあ、こっからもう弁当箱リップリップ引いた時点で終わっちゃいますからね。粘り打ち、頑張れ粘れ。よし、ナビが出なかった時点でセーフと。あー怖い、出る、あーやばい、あーセーフ。よしよしよし、リージメ、これ一応この形リプレイなんでリージメリプレイと呼んでるんですけども、これは20ゲーム以上確定です。あーセーフ、よーしよーし、リズムリズム。あー惜しい、なんで押し順ベルばっかり。あー終わった、あ190、まあまあまあいいですかね、平均近くいったということで。まああと最強チェリーの100円以上もありますし、あーこれだから満潮は楽しい。はい、さあ41ゲーム絶頂経由して赤7 BB ですね。ニコナン、ねえ、はい、いいのかな、何がですか、俺みたいな、はい、何の役にも立たないゴミ野郎が辻先輩と同じ食べ物を食べてよかったのかな。まあ軽くさ、はい、経過を振り返りますと、はい、まあ、あの寝台の画廊衝撃が空いてたんで、はい、前日一番出てるっていうね、はい、あんだけ上げ狙い上げ狙いって言ってたんだけど、はい、まあ、寝台だから、はいはい、その塊になる可能性もゼロじゃないし、まあそうですね、っていうことで、うん、座ってみました、はい、前半すげえ良かったの、はいはい、こんな優しい衝撃があるんだと思ったら後半はねこんな厳しい衝撃があるんだっていう。もうねちょっとね本当にあのギースバトルっていう最大の山場を、はい、何にも見せ場なしに終わった時マジで32ですよ、この3になります、はい、本当にガチで涙目になったから、あのカメラの方向けなかった。そんなにいいですよ、本当にちょっと唇がフルフルって震えちゃって。そんなにショックですか。いやもう本当ショックで、ただ、はい、あれなんですよ、解析がまだ出てるのが超一部で、はい、設定差のあるポイントがほとんど上がってない状態なんです、ね、そうですよね、もう本当入ったばっかりの人ですからね、はい、まあ周りの2台が結構出てるから、はい、一応ちょっとまだそんなに投資も700枚ぐらいなんで、まあとりあえず後半もその衝撃からスタートしてもうちょっとだけ様子を見させていただきたいです。はいはいはい、全然もういいんですか、はい、あれそんな気がする、こんな極潰し野郎が。なんでそんな自分を下げちゃうんですか。いやあの台を打つには飢えた狼でいなきゃいけない。なるほど、もう完全に満腹狼です。うとうとならないように気をつけてくださいね。成り立ての狼なんで、成り立て、はい、自分言っちゃっていいですか。なんかもうちょっとすいません、にやけがちょっと止まらないんですけど、はい、いやまあ朝一からオス番長2打たせてもらって、はい、正直6にはちょっと程遠い展開ではあったんですよ、はい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 、唯一良かったものが左第一ベルト、はい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 、まあそこをまあそんなに当てにはしてなかったんで、はい、まあちょっとどうかなとは思ってたらいたんですけども、うん、ただ自分の右隣の台が、うん、6っぽい挙動を見せる、もう結構明らかな感じ、明らかな、うんうんうん、でその隣もその隣も高設定っぽい、はいはいはい、挙動を見せてたんで、うん、もしかしたら高設定の塊もあるんではないかなと、はい、まあ高設定の、まあ、奇数挙動って言ったら、はい、まあ5ね、5を、まあ、自分狙って打ったことないんですけど、うん、まあ正直1の可能性もあるんで怖いんで、はい、そこで悩んでまあとりあえずもう一周って言って、うん、打ち出したところでいきなり通常板席を引いて、はい、でその後にまあ運よくまあまた2度目の最強チェリーを引き、はい、それがそのまま絶頂につながり、はい、まあトータルで190ゲーム、
うん、プラス最強チェリーの100ゲーム以上が乗って、まあ、トータル今300ゲームぐらい残してる状態なんで、はい、まだまだいける。いや、それはやっぱりその、はい、周りを見て看破する状況ができる中で、はい、周りが高設定っぽいで自分は奇数っぽいけど上っぽいってなったらもうかなり言っていいと俺は思うのね、個人的には。ああ、はい、でさらにそれだけの、ね、出玉的な後押しがあるんだったら、はい、もう5でしょ。そうですね、行けるとこまで行こう、はい、すいません、行かせていただきます。やっぱね、ジュエリー辻だね。ジュエリー辻、ジュエリー辻、ジュエリーですか。価値が宝石張り対する私はもうジャリ嵐ですよ。ジャリ嵐、もうあの辺に落ちてるよ。ジャリがですか。ジャリが、ジャリが靴に入ってくるのすっごいやつあるでしょ。 ありますね。靴の側面からスピッて入ってまた入ってきたよみたいなとりあえず2人の今結果的に言えば、俺がこのままの投資でストップすれば多分プラスも見えてくるから、はい、俺ももちろん自分の総収支をプラスに持っていけるように頑張るし、辻君はやっぱりここをガッて伸ばしていただいて、そうですね、いけるとこまでぜひねリベンジを果たしたいなと思っておりますので、はい、まさにニコニコして帰れるように後編も頑張りたいと思います、はい、それではまた次回後編でお会いしましょう。まだまだ熱いニコナニ動画、果たして我々は勝利を手にすることができるのか。あっ、コンボした。これはちょっと可能性あるぞ。もう少し惜しかった。次回ニコナニ動画御殿山底辺ファイナル、まさかの展開があなたを待っています。あら、あ、あ、開いてんじゃないですか。お楽しみに。開いてる。今回実践に協力していただいたのはニコニコ御殿山店、京阪御殿山駅のすぐ目の前、パスロ254台、最高級のおもてなし、チョメダルシステムを採用し随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。